はいどうもこんにちは、解剖チャンネルの解剖です。今回は福井市板垣三丁目にあるお店にやってきました。それがこちらのミニシェ、薄井高校の近くにある中華レストランです。お店の中はこんな感じ。メニューはこんな感じ。中華レストランはね、メニューが結構多いので撮影するのが実はちょっと大変です。今回はこちらの麺とご飯のセットで豚骨台湾ラーメンと麻婆飯をいただきます。まだだ、まだ終わってない。唐揚げもいただきます。最初にテーブルにやってきたのは豚骨台湾ラーメン。白いスープにラー油の赤がいいコントラストです。いつも通りまずはスープから。さっきからね、めちゃくちゃいい匂いがするので味の方も期待大でございます。鶏白湯といい、豚骨スープといい、白く濁ったスープは本当に綺麗で食欲がそそられますね。豚骨のまろやかなコクとラー油のピリ辛加減が絶妙にマッチしてて、そして旨味もたっぷり、めちゃうまなスープです。ノーマルな醤油ベースのスープの台湾ラーメンよりも解剖は断然こっちの方が好きですね。続いてね、麺をいただきます。麺はやや太めの縮れ麺、茹で加減は少し固めですね。ちょうどいい歯ごたえで食べ応えもあっていい感じです。ピリ辛なのが特徴の台湾ラーメンでございますが、こちらの豚骨台湾ラーメンも刺激的すぎない程よい辛さでうまいですね。やっぱりね、この時期はね、辛くてあったかいものが体に染み渡ります。ここまで見ててお気づきの方もいるかもですが、このお店のお箸やたら長くてなんか本場っぽい感じがあります。実際に中国の方でこんな長い箸が使われているのかは知らんけど、長くて重さもそれなりにあるので使い慣れるまでちょっと時間かかるかもしれません。続いてね、麻婆飯を食べましょう。お皿はやや深さがあるので見た目よりも量は多い感じですね。テカテカ光ってる豆腐とひき肉、そしてこのとろみ具合たまりませんね。それでは一口。辛さのパンチがガンガン効いてるという感じではなく、豆板醤のコクを楽しむ感じの味ですね。解剖は基本的には辛い麻婆が好きですが、これはこれでうまいです。それにしても麻婆豆腐ってめちゃくちゃご飯に合いますよね。解剖の中ではカレーと同じくらいご飯が必須な食べ物です。うちでもね、こんな感じでご飯にぶっかけて食べてます。もうすっかりね、麻婆にはご飯がないと気が済まない体になっちまいましたよ。右から右から何かかけてる。ということでね、次は唐揚げをいただきます。ラーメンと麻婆飯で結構満足しちゃって唐揚げのことを忘れてたのはここだけの秘密です。中華レストランおなじみのデカ唐揚げ、箸で持つとずしっと重たいです。それでは一口。衣がザクザク、いやむしろバリバリで食べ応えあってうまいですね。味自体は結構あっさり系で爽やかな感じです。そんなに味が濃い感じではないので、ご飯がなくてもこれ単体で楽しめますね。大きさもさることながら量もたくさんあって、妻と2人でシェアして食べるといい感じだなと思ったんですが、どうやら妻はね、定食でお腹いっぱいみたいなんで
解剖が全部食べます。大丈夫だ、問題ない。本日の雑談コーナー、今年もまたねクリスマスの日が近づいてきましたけど、まあ、クリスマスといえばねプレゼントですよね。子供の頃ね、親がくれるクリスマスプレゼントが毎年楽しみで、何を買ってもらおうかなとクリスマスが近づくたびにそわそわしてた気がします。うちのサンタさんはね、プレゼントをこう枕元に置くとかじゃなくて、家の中のどこかに隠すという設定で、それを探すのも一つの楽しみでしたね。高校の時くらいに現金支給になるまで毎年ねプレゼントもらってたんですけど、確か小学校の1年生の時だったと思うんですけど、ポケモンのねアニメが始まってめちゃくちゃ人気になってた時にですね、リアルサイズの大きさを再現した1分の1ピカチュウというぬいぐるみが発売されて、解剖それが猛烈に欲しくて、サンタさんにお願いするという儀式を得て親に買ってもらいました。そんでね、プレゼントとしてもらってからはね、家のリビングに置いておいたんですけど、それが良くなかったんですよね。ある時ね、遊ぼうと思っていつもピカチュウを置いている場所を見たら、ピカチュウが見当たらなくて、リビングを見渡したらね、テレビ見ながらゴロ寝してる親父が枕代わりに使ってやがったんですよ。親父の頭の下で潰れてるピカチュウを見て、かわいそうだからやめてって言ったんですけど、まあクッション性が良かったのか、それ以降もね親父は枕としてピカチュウを使い続け、ピカチュウの体がねだんだんとね親父の頭の形に合わせて歪んでいくのをただ眺めるしかありませんでした。皆さんは何かクリスマスの思い出はありますでしょうか？よかったらコメントで教えてください。というわけでミミシェンさんのランチセットをいただいたわけですけれども、リーズナブルでボリューミーで大満足なランチセットでございました。特にね豚骨台湾ラーメンはおすすめです。気になった方はぜひ食べてみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。もしも動画が面白かったらコメントと高評価、チャンネル登録よろしくね。